スノーマンラウール、ソレスのダンス世界大会を目指したチームバンピの裏にあった困難、スノーマンクイズ34。スノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください。ソレスの TBS 系、日曜夜8時は、2023年4月に中退からゴールデン隊に昇格し、本格的なバラエティへと進化中だ。今回は番組中のエピソードからクイズを作ってみた。 ファンなら全部わかるはず。答えは次のページで。モンワン5月24日に2時間スペシャルで放送された人気企画、ダンスのカンコピレボリューション第5弾にストーンズジェシーが参戦。難易度の高いケヤキザ46のヒット曲のカンコピに挑戦したが、アドリブを交えてしまい失敗。その直後、宮建良太が、 参加者の爆笑を誘いながらもブレのないダンスで完コピに成功。ダンスとバラエティ能力の差を見せつけた。その課題曲は何ヒント、僕は嫌だ。モンツー、5月10日放送の2時間スペシャルで、ラウールが10歳の天才キッズダンサーのホナツちゃん、中学3年生の姉ゆいなちゃんと3人で、世界一を目指して公式のダンス大会に挑戦した。 チーム名は、3人の身長が128センチ、145センチ、192センチのため、英語で、を意味する、バンピに決定した。に入るのは何モンスリー、6月28日放送2時間半スペシャルで、V6 がレギュラー出演していた、学校へ行こうシリーズ、同曲系、の名物企画、未成年の主張が復活。 彼女から別れを切り出し、彼氏もそれを受け入れるという主張に、当時、学校へ行こう。にレギュラー出演していたサエコは、レイレイの主張って、こんなのと驚いた。レイレイに入るのは何モンワンの答えは、不協和音。ジェシーは4曲の完コピに挑戦するも、すべて失敗。桃色クローバー Z の、Z 伝説。 終わりなき革命のンコピに失敗した際、滝のような汗をかいていたとメグロレンに暴露されると、俺、苦手なんだよ、一人で来るの、と告白。ストーンズのメンバーが一緒でないと、本領を発揮できないようだ。モンツーの答えは、デコボコ。ラウールは小さな二人のスピードに合わせることに苦戦。また、自分より年下と絡む経験が少なかったため、 二人との距離を縮められないことに悩んでいた。そこに登場したのが向井孝二で、ラウールに普通の話もして、相手を知ることが大事、だとアドバイスすると、姉妹にさりげなく、勉強は苦手と質問。コミュ力モンスターぶりを発揮して場を盛り上げ、三人の距離を近づけた。バンピはそんな苦労を乗り越え、ワールドヒップホップダンスチャンピオンシップ この出場を目指していたが、7月には出場中止が明らかになり、ファンからは残念がる声が多く上がっていた。モンスリーの答えは、令和の主張。ソレスのバージョン、未成年の主張の感想を求められると、サエコは学校へ行こう。時代とは別のスノーマンさんらしい新しい回になってたとし、マインドが受け継がれていくことが嬉しかったとコメント。 続けて、V6 の元リーダー坂本正幸が、この未成年の主張、この番組で受け継いでもらいたい、と提案し、スノーマンを歓喜させた。先輩グループの番組の人気企画を復活させた、それすのだが、V6 に続いて、嵐の看板組、秘密の嵐ちゃん。すべて同局系の人気企画、マネキン5とランキングダービーも復活させた。さらに、 8月2日放送の3時間スペシャルでは、伝説の人気番組、関口博士の東京フレンドパークとコラボし、懐かしい平成のアトラクションに挑戦していた。モデルに映画にグループ活動と多忙なラウール。ダンス大会の不出場はラウールの過労が原因とも言われているが、